いつが10尾。くそ、魔像の悪いチャクラは消えたはずなのに。俺にそんな感情も概念もねえよ。あれはな、世界を循環している自然エネルギーそのものだ。10尾復活までに奴らを捕らえるつもりだったんだが、意外にやるな。おい、追っ始める気だぜ。ナルト、カガシとガイってやつを渡せ。はっ。いいか、まずは距離をとってあれの出方を見ろ。その出方に合わせて攻撃をかわし、できるだけ大きめの攻撃をかわす。行くぞ。すんなよ、あんた言う。逆に聞きてえもんだぜ、奴を前に油断できる時をよ。もっともがいてんだ。チェケラッチョ。世界でもがいても価値はない。この世界に希望などどこにもないと申し入れ。
温存したかったが、やむを得まい。少し よせナルト、この状況で影分身は意味がない。所詮は烏合の衆。これでもう烏合の衆じゃねえ。今ここにあるのは忍び連合軍の術だ。てめえらはこの術でぶっ倒す。この世界は終わらせる。本部より連合軍に通達。おのおの、ここが勝負の時だ。事前に伝えた作戦を遂行し、十尾を追い込め。行くってばよ、みんな。どん、大失踪か。こそお前の言う忍び連合軍の術だってばよ。これで終わりなどと勘違いしているわけではあるまいな。
のよ。あれ。さて、奴らに教えてやろう。絶望を。連合の頭を狙うか、まるでお前が考えそうな策だな。で、今からでは逃げ切れない。どうする？やるべきことを最後までやるだけだ。命、戦場のみんなとつなげてくれ。みんな、聞いてくれ。これで連合の頭は潰した。まあ基本だな。で、次はどうする？続きだ。奴らに絶望を教える。丁寧にな。木遁刺し木の術。なんて数だ。どうすりゃいいんだよ。日向様はお前のためなら死ぬ。だからお前の命は一つじゃない。どうやら俺の命もその一つに入っていたようだ。なんでお前がこんなことで。どうして俺にそこまで。お前に。天才だと言われたからだ。ネジ！ネジ兄さん！おい、ネジ！しっかりしろ！おい！ネジ！おい、嘘だろ。仲間は殺させないんじゃなかったのか？これからこれが続く。お前の軽い言葉も理念も全て偽りになる。ナルト、この現実に何がある？現実にいる必要がどこにある？いい加減こっちへ来い。ネジ兄さんが言った。ナルト君の命は一つじゃないって意味。
かる。仲間は絶対殺させない。その言葉も信念も偽りじゃない。それを胸にちゃんとやってのけたの。ネジ兄さんはナルト君だけじゃない。皆がそうやってその言葉、思いと同じものを胸にお互いに命をつなぎ合ってる。だから仲間なの。その言葉と思いをみんなが諦め捨ててしまったら、ネジ兄さんがしたことも無駄になる。それこそ本当に仲間を殺すことになる。だから私と一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私もそれが人道だから。そうだったな。父ちゃんと母ちゃんだけじゃねえ。俺の命は一つじゃねえ。ひなだ、ありがとう。お前が俺の横にいてくれたおかげだ。もういい。見ててくれ。行くぞ、ひなた。あれは九尾チャクラ。ほう、ナルトのガキめ、九尾チャクラを渡すことができるのか。今さらそのようなことをやったところで。影分身の術。仲間の死から何も学ばない。幼稚な忍びに過ぎない。確かにネジは死んだけど、ネジは俺たちの中でつながり生きている。いいことを教えてやる。そのつながりが今の俺を作ったのだ。それは強い呪いであることを知っておけ。お前と違って俺は繋がってたもんを切りたかねえし、切られたくもねえんだよ。やはり貴様は幼稚だ。仲間の死の痛みを繋がりとのたまうなら、仲間を守る必要もないはず。そういうこと言ってんじゃねえんだよ、ヘレクスバカ。仲間とのことならどんだけ痛くても我慢するっつってんだ。それを捨てたくねえって言ってんだ。わがままかもしんねえけど、ここに仲間がいねえのが一番痛えんだよ、俺は。以上。で、それが何だというのだ。何？こうして俺たちを引きずり落としたことは褒めてやろう。よくやった。結局は何も変わらない。むしろ厄介なものになったかもしれんぞ。唯一つながっていた俺と十尾を切るからだ。抑えが効かんぞ。十尾を今度こそ消す。狙ってたようだな。それは俺も同じだ。
だぞ、こっちを頼む。古賀先生。さあこれからだぞ、楽しいの。時来たる。忍びの世がため、仲間と共に戦う者、忍びの世がため闇と共に走る者、先を見据えし両雄がついに自称共闘の将。行くぜ、さくらちゃん、サスケ。うん。おう。